渡嘉敷勝男です。北海道の皆さん、いつもありがとうございます。また札幌で飲みましょう。竹原慎二です。広島県の皆様、これからもよろしくお願いします。はい、渡嘉敷します。はい、はい、いい感じで青森言わないのか今日は、はい、いつもと違ってボクシングの話題に、ね、触れていきましょう。いつもと違ってボクシングの話題、ボクシングのトーク番組でしょ、これ。その前にあの、まあ、僕から一言言わせてもらっていいですか。はい、実はね、あの3月5日にうちの最愛なる父が、はい、亡くなって、あ、そうだね、この間四十九日終わって、はい、まあ、畠山にも来てもらったんですけど、無事ね、あの天国に見送ることができました。うん、でうちの親父もね、あのボクシングジムやってたんですけど、辞めるかどうか悩んだんですけど、うん、やってくれる、引き継いでくれる人ができて、また今度は、イーアス竹原ジムでやることになりましたんで、広島のイーアス竹原ジムの方もよろしくお願いします。はい、冥福になります。寺地君、やっぱ上手いっすね。寺地君の上手いのはやっぱり距離の取り方が、足の使い方が上手い ね。ただ上手いんですけど、守りすぎっていうか完璧を求めてるから、強引に倒しに行くっていうのがないんですよ。いや、まあ今回はいろいろなことがあったからさ、はいはい、やっぱり絶対勝たなきゃいけないっていうのあったんだ。はい、でも山のかぶれで行ってやっぱりパンチあるから、久田君はそこでちょっとね、ちょっと構えちゃったかもしれない。2ラウンドでね。でもうまいよね、バチンと2ラウンドでダウン取る。いいダウン取って、そこからちょっと攻めたんですけど、あ、倒せないと思ったらまた、うん、まあそれはまあ頭使っていいんですけど、で後半に入っても結構そういうチャンスが何回かあったんですけど、強引にいかないんですよね。うん、もう常に距離取って、ジャブついて。まあだからそこだと思うよ。うん、これ下手にさ、負けたら何言われるかわからないっていう、いろんなことが絡んで、今回はちょっと、うん、あの引け目で僕、まあまあ、抑え目でやったんだろうね。だから強いのもあるんでしょうけど、うん、でもこんな状況で確実に勝つんだから大したもんだよ。うん、まあ、ワンサイドでしたよ。ワンサイド、ね、それはすごいと思うよ。1ポイント取られたのが1人と2ポイントが2人か、うん、プレッシャーの中でだって相手だっていい選手だからね。うん、もう相手はちゃんと、相手の久田選手は引退表明しましたよね。うん、はい、まあ、ラストチャンスと思って頑張ったんだけど、はい、やっぱり13回行くのは彼だぐらいだ、彼だって言われてるぐらい期待されてるんだから。まあそうですね。まあやっぱり実力は、今回で8回目ですか？8回目。ああ、今回で8回か。あと5回だ。なんか行きそうだよ、本当。あの、いや、行くんじゃない？だけどね、記事、翌日とか新聞とかちょっと見たんですけど、うん、結構減量がきつい。まあ今回試合間隔が空いたからかもしれないですけど、やっぱり減量が結構きついみたいなこと書いてあったんですよ。そうね、減量がみんなきつくなってくるから上の階級ポンポン行っちゃうんだよね。まあ、これ何回も言ってるけどね、内山チャンピオンともこの前来た時に話しましたけども、内山君もあまり減量きつくなかったみたいじゃないですか。だから長期政権築くにはやっぱり減量をしないっていうのが一つな、これキーポイントなんですよね。これ次きついとさ、次京口君と統一戦やるみたいなこと書いてありましたよね。いやいや、これやった方がいいよ、やった方がいいって。やりたいです。京口健志郎が決まったら面白いけどね。面白いよ、これみんな今見たいだろうからね。だってお互い無敗でしょ。ケンシロ選手からしたら1年4ヶ月ぶりっていう、まあ、期間は空いてるんですけど、まあ、それに勝負も重なってるじゃないですか。うん、どうなんですかね、心境的には。いや、やっぱプレッシャーかかってるでしょ。まあプレッシャーすごいでしょうね。これ変な試合したら、うん、なんだお前って言われるかもしれない。うん、でもいい試合して勝てばと思って、まあ、頑張っていくんだろうけど、うん、もしかしたら一発もらったらっていう考えもあるから、もうちょっと体が硬くなったんじゃない。うんうん、まあ何が何でもね、今回は勝たなきゃいけない試合じゃないですか。まあね、うん、でも、まあ、強引に行けば倒せた可能性はありましたよね。うん、まあ、あの帝拳の浜田代表があの、はい、コメントのやつ見たんだけど、はいはい、やはりこれからもっとね、うん、その KO する試合をできるはずだからやってほしい、うん、もっとプロとしてガンガン行ってほしいって言ってあったけど、うん、まあこれは復帰戦の初回でいろんなことが絡んだからね、まあ、ね、次からは結構いい試合できるんじゃない？はいはい、もうでも試合内容はもう一方的で、まあ良かったと思いますよ。うんうん、まあ、本人からとかジムサイドからしたらもう完璧な試合だよね。うん、そうだから、その一方的なのを判定に終わるんじゃないですか。はい、彼だったら KO できたって。なるほど、不安に見せる試合ですか。そこまで言ってるわけ、はい、プロらしくもっと人気出るぞって。はいはい、まあ、やっぱりプロである以上ね、やっぱり人気出てなんぼですじゃないですか。そうですよね、やっぱりね、何十回防衛しても、うんうん、なんていうの、うん、その人気がついてこないとさ、あんまり意味がないっていう、意味ないとは言わないけど、やっぱりね、その実績プラスやっぱ人気っていう、まあこれ両方じゃないですか、プロはね。まあ、そうだよね、
だからこれからその面白いんでね、どうやって、まあ、試合はどんどんあの激しい試合になると思うけど、また京口君との試合でまたどんなこと、どんな雰囲気になっていくか、うん、で今あのクラスに強いチャンピオンいっぱいいるから、うん、いやどんどんやってさ、もう破れかぶれでどんどんいけばいいんだよ、うんうん、そしたら人気もバンバン上がってくるんだよね。顔で人気ね、優しそうって言ってすごい人気あったわけだからさ、うん、今ちょっと落としたからまた上がってきて、社会貢献しながらね、頑張ってほしいよね。一度目の防衛戦の日本の世界チャンピオンが地上波がなかったんですよね、うん、放送。それはまあ、まあ、でも具志堅さんの頃のね、うん、まあまあそうですよね、ボクシングの勝率とも違うから。いつも村田君の試合の前座でね、あのやってもらってましたからね、ケンシロウ君は。試合内容というか、うん、プロとしての試合内容もやっぱりそれはやっぱり当然本人も受け止めなきゃいけないでしょうし、うん、初の防衛してテレビがつかない、地上波がつかないわけですからね、それはやっぱり本人もおそらく自覚、うん、本人もおそらく陣営も自覚していると思いますし、やっぱり多少のやっぱモデルチェンジは必要な時期に来てるんじゃないかなと思いますよね。だからどっちかですね、記録を残すか記憶に残すかの試合を、うんうん、まあ、これからけど両方考えていかないと、まあね、安泰な試合内容で危険を犯さず、まあ、ただで勝てばいいんだっていうのだ、じゃあちょっとやっぱりこれからはさ、うん、だからあの浜田君がこう今日記事にしてたのは、うん、あれいいコメントだよね。いけるんだったら倒せ、見せるボクシングできるんだから君はやれ。でも難しいですよね。僕もそう思いました。本当見せるボクシングやってもらいたかったけど、だから次回でしょ。次回以降ね、うん、まあ、今回はけど本当勝たなきゃ何もならない。今回はそれが一番だったからね、はい、あと京口君とね無敗対決やってほしいね、これね。今後ライトフライの統一を目指したいってケンシロウチャンピオン言ってたんですけど、うん、今あの WBO のエルビン・ソトが高山選手と今度、そうだ、高山君もやるんですよね。高山君もね、これまたチャンピオンになったら、これ3人そのクラスにいるわけでしょ。すごいね、高山君、すごくないですか。すごい、一回アマチュア行ってまた戻ってきて、また世界選手。すごい行動派だよね。行動派っていうかないけど、まあ、ちょっと苦言をね、ちょっと一つ提して言いたいんですけどプロと世界チャンピオンになってアマチュア行ってさ、結果残せながらプロって世界チャンピオンになられても、まあ、価値が下がるというかさ、まあでもプロ辞めてアマチュア行った時点でもプロ来るなっていうぐらいの気持ち、プロが帰らないぐらいの気持ちじゃないと、まあね、我々プロボクシングの人間からすると面白くないよね、はっきり言って、まあね、なんか面白くないでしょうね、まあ、ね、ちょっと節操がないっていうかやってることが、うん、3ラウンドじゃ難しい世界だよな、プロからしたら。プロで慣れてしまったプロは根性とかさ、そういう精神力とかスタミナとか貯めてラウンドを重ねて戦う。どう考えてもプロボクシングとアマチュアボクシングって別競技なんで。別競技だよな。12ラウンド戦ってる選手じゃないですか、もう高山選手は。それまたさ、アマチュア戻って3ラウンドだったら結果なんか出るわけないんですよ。100メーターの競争とさ、1000メートルと一緒じゃないですか。まあ、そこまでじゃないけど、まあ、100メーターと1000メーターぐらいの差なんですよ。例えば、そうでしょ。競技が全然違うというね。まあでも、すごいじゃん。私は意欲的でいいと思うよ。俺もいいと思うよ。意欲的でな。まあ人の考え方っても正直違いますからね、堂々とあっち行ってこっち行ってできるんだからな。そうそう、僕はやっぱり世界チャンピオンになった人間だからさ、うん、もうちょっと節操持ってほしいなって思うんですけど、まあ、プライドもな、まあそういうのは。まあでもさ、現にさ、まあボクシングしかないんだからさってことなんですね。37歳って年齢はどうだ。いや、もう年ですよもうボクシングしかないんでしょ、彼には。あとはもう、まあ、僕らじゃなくて周りが判断することなんで、周りと本人か。いくつだって。37なのか。お、うん、大したもんだね。もうじゃあこれしかないわ、本当な。これでもう一回一回つけてんだよ。ただ一つ言えるのは、トカシさんみたいになる前に引退を。そうだよ。なんでや。いや、でも、まあ、珍しいパターンだからね。いいんじゃない、世界チャンピオンとこういうパターンもいても。それはいろんな考え方がありますから。まあ、そうだよね。トカシさんに関しては、マッチルームと契約してるらしい。だからそっちの統一戦がちょっと噂になってますけど、これで発表されたのは外と高山選手。ああ、でもしもじゃあその高山選手が勝てば京口選手とあり得るってことだよね。いや、いいんじゃない。どん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 強いの同士でやってな、今もね、世界中でそういうのがやってるんだから盛り上げてほしいよね。比嘉選手ね、これをもったいないよね。もったいないけど、いや、だって返り咲こうとしてたわけだから。どうなんですかね、その比嘉君と戦った
武藤ジムさんのね、武藤さんのところの西田選手、うん、これね、まあ、後出しなきゃになるんですけど、うん、彼の試合見たときに、うわ、これ、悲願苦戦するんじゃないかと思ったんですよ。サウスポーの長身だしね。長身のサウスポーでやりづらいんですよ。以前僕らが言ってるように、サウスポーの長身はやりにくいって言ってるのよね、うん。苦戦するんじゃないかなと思ったんですけど、うん、まあけど、苦戦はするけど、悲願が倒すだろうなと、うん。なんとなくそういう気したんですよ。うん、そこまで、ディフェンスもそこまでいい選手じゃなかったんで、悲願のパンチも全く当たらないわけじゃないだろう、当たれば倒れるなっていう感じでやった、ただ苦戦はするなって感じしたんですけど、うん、結局日賀のパンチがね全く当たってなかったね、炸裂せずに終わっちゃいましたから、うん、サウスポー苦手なのかな。いや、その前にあの身長差であの単発の打ち方だったら当たんないですよ、まず。で、西田選手って、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、ジャブの代わりにおでこをね、こう押さえつけて、うん、距離が長いんですよ。そうそう、入らさないんですよ、まあね、本来なら昔の日賀君ならそこで、ね、ウィングとかしてもうしつこくやるのに、うん、もう全部正面で単発で終わって、あー、もったいないことしたよな。いや、もったいないっていうか、実力の差なんで、こればっかりは。もったいないって言ったら、なんか、バンクラスで負けた、まあ、バンクラスで負けましたけど、もったいないっていう表現でいいの、こう。じゃあ、西田君のことを聞かせようかしすぎじゃないかなと思うんですよ。いや、俺、逆に言えば、西田君がこれから世界に向けて、もうチャンスですよ。そうそうそう、まだ、だって4戦目ですよ、今日。3戦目で、3戦目で、あの、ボスジムの大森君、そうそう、大森君に勝ったんで、元日本チャンピオンに。世界ランカーですよ。もう世界戦もした選手ですから。してる。それに3戦目で勝ってるぐらいの選手なんで、逆に言えばもったいないっていう方はちょっと僕は違うと思うな、うん、あのフライ級でチャンピオンになったいるじゃん、中谷、中谷の選手のような感じだな。サウスポーで背が高くて、うまくてっていう、うん、まあ、でも世界チャンピオンだったんだからさ、そういうのかいくぐって言って勝てなかったっていうのはちょっと、いや、本来であればもったいないっていうか、こういう言い方したらちょっとおかしいのかもしれないですけど、うんうん、やっぱりね、比嘉君ってバンタム級に多分体がまだね、アジャストしてないんですよ。だって破壊力はね、あ、もうフェライ級から比べたらなくなってますもん。だ、合ってないんじゃないかなと。だからやっぱりフライ級まで落として初めて日がってあの力出るんじゃないかなと思うんですよね。その前なんか、もうでも落とせないよな、まあ、落とせないと思いますけど、戦うこのモチベーションがなんか顔を見て、この倒しやるっていう気迫がないような感じするんだけどね。もっと言ってたよな、昔スタイルの時、あの KO 連続でしてる頃もう止まらなかったもん。ありましたよね、ガタ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 って。なんか動きも単調だし、そしたらあの動きだったらいくら長身だっても中入られてガン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 追ってきたら手相手は出なくなっちゃうと思うんだよね。確かにサウスポーでこう上手いからこう入りにくいのはありますけど、ちょっと攻撃が単調すぎるっていうか、今回なガンガンいかなかったよね、はい。まあ、やっぱりね、フライ級でさ、やっぱ世界のレベルの選手をあんだけバッとバッと倒してきてるわけだから、うんうん、パンチ力とかやっぱある、ね、あるし、うまさもあって パンチも当てられる選手なんですけど、うん、なんかバンタム級に来てからいまいちすっきりしないですよね、うん、戦い方が。やっぱりその適正の体って確かにあるよね、うん、そう、うん。でもフライ級で15連続でしたっけ、やってるんだから、それがバンタムに行っていきなり通用しなくなるっていうのはありえないですよ。だからやっぱ本人がだからそこら辺に違和感持ってるのかもしれないじゃないですか。それプラスモチベーションとかやっぱり全て、まあそれもある、ね、前だったら聞いてるはずなのになんで聞かねえんだみたいなことを思いながら戦ってる可能性もあるんですよね。なんで前だったらこのパンチだったら聞いてんのにみたいな、そうそうそう、うん、なんか聞かねえ、ね、そういうふうに思ってんじゃないの、なんか違うなっていう。いやー、見られましたけど、井上尚弥君のスパーは、あの時ともちょっと違いました。いや、あの時も結構差がありすぎるからね。井上ちゃんが強すぎてさ、うん、なんかあれは試合が終わったばっかりだったし、調整もできなかったんじゃない。あれは井上チャンピオンが強いもんだからレベルがちょっと違ったけど、あのスパリングは正直ね、うん、井上君が強すぎだよ。強すぎて試しながらスパーやってるって感じだもんね。サウスポーになったり、うん、あれはだからほら、ローマン・ゴンザレスがさ、上のクラスにさ、あんなハードパンチャーで上がっていったのが倒せなくなってやられたじゃん。それと同じでちょっとバントムがまだ適正の体になってないのかもしれないね。スーパーフライに上がったローマン・ゴンザレスみたいな感じですよ、まさに。まあそうだけど、一番はやっぱり戦い方に問題ありますよ。まああとは当然ね、相性もあるし、うん、西田とは相性が悪いね。ああいう戦い方じゃもう厳しいですよ、あのサウスポーは。ああいう比嘉君みたいな選手はやりやすかったのかもしれない。いやいや、もう最近の比嘉君ってフックのオブしか打たないじゃないですか。で終わるんで、やっぱボクシングの基本はやっぱりジャブついてワンツーからのフックだとか、あれはまだ違いますけど、でもスタイルがあるからさ、はい、中入っていくんだからさ、そういうそれで四国手出ればいいですよ。タイソンみたいにこう、はい、フック系がやっぱいいんだよ。それで手が出ればいいですけど、そう今回出なかったな、はい、本当に。まあ相性の、相性もあるんでしょうけどね、やっぱり、うん、まあ、うまかったらもう一度カムバックしてほしいよね。カムバックというか、この、うん、
上昇してほしいよね。結局ね、僕あの最後の試合負けたんですけど、負けた試合って結局もうテンパるし手数も少なくなるんですよ。で結局大振りばっかりになっちゃうんですね。もうそういう感じでしたもん。だから、もう途中でもやっぱりその前の試合いい試合したんだからな、復活したかなと思ったんだけどな。今後そのバンタムで比嘉選手が上に上がっていくには何かアドバイスするとしたらどういうことが必要なんですか。テクニックもちょっと考えた方がいいかな。今ガンガン行くばっかりだから。いやもういやガンガン行けてなかったね。だから今まで、ガンガン行くんであれば1ラウンドから12ラウンドまでこうねウィービングしながら懐に入ってガンガン行けるぐらいの気持ちでスタミナもつけないといけないですよね。スタミナはあるよ、ものすごい練習してるよ。地元っていうプレッシャー、ああそういうのもあるかもしれない、ね、それはない。逆に地元の方がいいんじゃないの本来はね。でもよく言うじゃん、地元でやってみんな負けてるっていう。大事な試合でみんな地元でやりたくて結局大事な試合なのに負けたっていうのが多いんだよね。とりあえず比嘉君のことは置いといてですね、今回その西田君が勝ったわけですから、西田君は今後ね、西田君のその活躍、これ西田君はすごいなと思います。こういう世界取れるんじゃない。サウスポーのあのやりにくいのは上手いのは絶対結構世界でも通用すると思うよ。身長も170ぐらいあるでしょ西田君。170ですね、結構長身で、うん、サウスポーでフライのあの中谷君みたいに取ると思うよ。でね、あのスタミナもどっちかというと西田君の方がありましたからね今回、まあ、自分のペースで試合、しっかりやってきたんでしょ。たった普通4戦目で12ラウンドってきついっすよ、ね、しっかりやってきたんだと思うよ。ああこれ期待できるな。そうだから結構やっぱり教え方もいいんじゃない。いい選手多いっすよね武藤ジム。武藤ジムな、ね、やっぱりチャンピオン出るとそこにいいのが入ってくるからな、地元の。今日はね、京口くんにね、ドッキリを仕掛けたいんですよ。コーラの中にめんつゆを入れて、ガーってやって。チャンピオンじゃ行って、ガツンと、一気に。一気に、ガッと自己紹介。自己紹介。3月の試合、はい、防衛もおめでとう。ありがとうございます。でもあの敵地というか海外でやるのはどんなんですか。僕自身はあの結構こう海外の方が合ってるかなっていうのは。じゃあ私と似た能天気で。デュランの再来。石の頭。京口。デュラン何で鍛えてるの頭。天性のものです。今チャンピオンどうして戦うのがね。そうですね。統一戦っていうのがやっぱり、まあ、他団体のチャンピオンやりたいなっていう思いはずっとあるんですけど、うん、まあ、階級今後上げていったり、まあ、スーパーぐらいいけるかわからないですけど、名チャンピオンたちとも今後いずれかは。僕が先に食べたり食べたり